はい、どうも皆さん、こんにちは。新田です。新田のダンススクールやってまいりました。やってくですね。さあ、やってまいりました。今回ですね、NCT イリチールから、えいよーということで、ダンスプラクティスビデオを見ていきたいところでございます。収録ボタンはファイということで、一番最初の、リアクションに関しまして、音はこちらで聞かせていただいて、見終わった後に、速度を落としながら音を出してお話をしていきたいところでございますので、よろしくお願いいたします。それでは行ってみたいと思います。レッツラーゴーツ。おー、かっこよの、おーおー、うえー、やばっ。おお、すごい。おお、細かい。おーおー、どうなっ、やばい。わー、これはすごいですね。やばー。わー、いやいや、うわぁ、うわぁ、あぁ、すごい。おぉ、ジョーン君、やばー、ドヤン君、はい。ほほ。うん。ほー。待って、これやばいわ。これちょっとやばいですよ。やばいですよ。なんだこれ。ちょっと。え、待って、この感じ見たことないかもぐらい、すごいことになってますね。ちょっとやってることが、あれ？なんだろうな。なんだろう、この感じ。ちょっと、味わったことない衝撃なぐらい、すごいです。すごいです、めちゃくちゃ。何がすごいんだろう。まず、多分その、全体を見ていて、振り付けもそうなんですけど、その前に、構成っていうんですかね、見せ方の部分で、
そのフォーメーションとかをいろいろ見ていくとすごく複雑に分解されてるじゃないですか。なのでこの全員が同じ方向を向くっていうのはまあもうほぼサビとか頭ぐらいな感じもちょっとあり、いかにこの中でそのグループを分けてその分けながら見せるかみたいな、分けながら見せてるんだけれども一つではあるっていうこの絶妙感、この立ち位置とかどうなってるんですかね。綺麗に整えてないのに綺麗に整ってるっていう、だからパッと見わかんないんだけれども実は綺麗に整えてるっていう裏テーマみたいな感じですよね。なので余計にすごいと思うんですよ。綺麗に揃えた状態で踊ったら綺麗が見えるわ、それはそうじゃないですか。でもその綺麗に一見一般的な綺麗なフォーメーションかと言われたら多分そうではない位置につけてたりするんです。これとかは結構オーソドックスな形だと思うんですけれども、なんかちょっとなんだろう、作り込みました感がないですよ、フォーメーションに。まずなんかこう乗っててそこで踊ってるっていう、あくまでもナチュラルにそこにいるから踊ってるんですよ感がすごくあって、なのでなんかこう皆さんの動きとか見ててもめちゃくちゃナチュラルというか、でもそれを作ってるわけじゃないですか。なんかそのナチュラルに見せてるだけという、これがすごいですね。このなんだろう、余白の使い方ですかね。このテール君の場所とかも結構こういう部分とかどういう位置ファミリーでやってるんだろう、やばくないですかっていう、もう単純にその空間に対して皆さんがその立ってる位置感覚、あとはそこで連動してくるその振り付けのニュアンスがすごすぎて、多分これイリチルっていうもうチームだからできることというか、イリチルじゃないとできないでしょうね多分この感じは。描いてる方向が揃ってるのでそこに向けて踊ってるだけみたいな、なんかなんだろうな、この感じ、キメキメじゃない感を見せるからこその余白と余裕なのかなって思うんですよ。このすげーダンスもやばいですしっていう、まずなんかその全体の枠組みフレームがすごいなっていう風に思いました。めちゃくちゃレベル高いことしてると思います。これどこに行けばいいんだろうみたいな感じにちょっとなっちゃうもん。わかんないですね、動線が、動線追えないで、やっぱり今回 AO、 AO に限らずですけども、今回のアルバムしかりですけども、どん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 その曲がバージョンアップしていて、かなりその最先端の先端を行ってるっていうところで、ダンスの内容もかなり先端ですね本当に。この入りやばくないですか。こことかもタイミングずらしてますよね。1、2、なぜずらすっていう、でもずらすからかっこいいんですよね。でじわじわ寄ってくる、うんうんうなずく空気感だ、もうこれに関しては楽曲も先行ってますし、ダンスも先行ってるという、ダンスが先行くって結構なことだと思うんですけど、はー、こことかってその手出してる人へちゃんくんだけじゃないという、出してる人が両サイドにいて、出してない人も両隣にいてっていう、ちょっとずつだから位置もそうですし、やってることも分けてくるという、ここら辺とかね。だからドヨンくん兄貴の隣にいるマクちゃん、テヨンくんかな、
はこうやってるけれども、ゆたくんたちはまたちょっと違うことしてますよね。だから3グループにここ分かれてるみたいな、おのおのが任されてるパートが多い、それぞれが別々の役割を持って一つのこのダンスを踊っている感じがすごく伝わってくるので、余計に一回見ただけだとわからない情報量なんですが、まとめてみた時にはすごいまとまっていて統一感もあるので、でしかも皆さんが違うことをやっているんだけれども、それが実は美しいこう計算し尽くされた合理的なこう噛み合い兼ね合いみたいなものを持っているので、成立しているというか、でこのサビに入る前のこの顔だけみたいな、この落ち着きもちょっと恐ろしいですよ。でこのえいよーっていう時にこう上げて、こっち右側から左側に行くじゃないですか。でこの体の移動、重心の移動、右側から左側っていうのがまさにこの足の裏のステップで取りに行くっていう、これあのサラーって見えるんですけど、すごく重たいニュアンスで足元の裏でギュンムってこう動いていく感じがたまらないというか、それをえいよーっていう風にこう取りに行く、そのバイブスがやばいですねもう振り付けのセンスもちょっとレベチですね。これはタッチャッタッチャって乗って、はぁタタチャンタタチャラタタチャラタタチャの乗り、このちょっとズボンの裾を持ちながらこう2個乗っていくところで、ここのノリ、こんなにもう何でしょう、トレンディーにイケてるヒップホップのいわゆる最先端の踊り方ですよね。見たことないシルエットです。いやもう分かんない。ここら辺もな、ノレがダンダガダンダガダンダガダンダンダンダガダンダガダンってこう周りも反対になってますね。何これは、何これは、この手元だけでこんなにかっこよく踊れるって。でここのノリも、全体がやばいですねめちゃめちゃ言語化が難しいので、もうちょっと噛み砕いてからまた改めてあのお話ししたいなというふうに思ってますので、お楽しみにしていてください。ということで現場から以上でございます。皆さんの感想もぜひぜひ下の方のコメント欄からいただけたら嬉しいございますので、よろしくお願いいたします。現場から以上でございます。ありがとうございました。よいしょ、スイッ。